皆さん、こんにちは。本日は2016埼玉全り系のベクトルの問題になります。こちらの問題になります。早速始めてみてください。 それでは、解説に移ります。1、BA と BC の内積っていうことなので、はい、BA、はい、A ベクトルマイナス B ベクトル、同様に C ベクトルマイナス B ベクトル、はい、これの掛け算してあげましょう。で、掛け算するときに、はい、B ベクトル ×B ベクトルっていうのは、B ベクトルの絶対値の2乗っていう風に考えてあげるといいでしょう。で、そういう風にやっていくと、はい、結局、cosinC という風にすることができます。次に、はい、2番ですね、三角形 ABC、これの面積っていうのは、こういった形にすることができます。ここで、はい、えー、この BA の二乗っていうのは、結局は計算して 算すると1。はい、bc の事情っていうのも計算すると1。ということで、まあ、計算してあげるとはいこんな感じにすることができます。で今回は結局1マイナスコサイン事乗でサイン事乗のルートになりますがサイン事乗そもそも0よりも大きいっていうことになりますのではい結局はあのルートそのまま取ることができて2分の1 s i n というふうに答えることができます。 はい。次に3番ですね。3番は、はい、oh ベクトルをこんな感じで表した。それを満たす stu を求めようということなので、えー、まあ、ここで垂直という条件をうまく使ってあげましょう。はい。今回は、えー、まあ、結局、o から abc に a っていう風に下ろした垂線 h としているので、はい。oh と ba これのベクトルの内積っていうのを計算して、それが0になります。まあ、整理してあげてこんな感じにするといいでしょう。はい。次に2番も同じように、まあ、結局、ここですね。oh と bc まあ、垂直だからっていうことで、こういう風に2番のね、条件こんな感じで作ってあげます。 で、この2の条件から1の条件を引き算することで、こういった形にできますので、はい、こういう風にできる。で、コサイン、そもそも1ではないということ分かってますので、はい、えー、s と u は一緒っていう風うに分かります。よって、2に代入することによって、はい、こういった式が成り立ちます。また、元々の条件。 はい、s プラス t プラス u っていうのは1っていうの分かってますので、えー、まあ s、2s プラス t が1というふうにすることができます。まあ、s という代入すればいいですよね。で、そしたら、あとはこれ計算してあげて、はい、えー、まあ、こんな感じできるので、はい、s の値 u と一緒で、はい、こういった形にすることができます。で、そしたら、はい、この式変形してあげて、はい、t っていうのは2コサインシータかける s、はい、s はこれと一緒って言ってますので、代入してあげて、コサインシータプラス1分のコサインというふうに答えることができます。 はい。では次4番行きましょう。4番の問題。はい。OH 求めてください。OH の大きさ求めてくださいっていうことなので、はい。まず OH。はい。まとめてあげるとこんな感じ。そうすることによって、はい。OH の、えー、大きさの2乗っていうのを計算するとこんな感じ。はい。2乗展開公式はもうこれを押さえちゃった方がいいかなと思います。で、あとは計算してあげて、はい。まあ、たすき掛けとかしてあげて、共通な部分を消していく。はい。あとはそれにルートにすればいいので、はい。OH の大きさっていうのはこういった形にすることができます。 で最後、はい、この時にしか、四面体、はい、OABC の体積の最大値を求めようということなので、まずこれ計算してあげましょう。そうすると、計算して、約分できるところで約分していくと、はい、6分の1のこういった形にすることができます。はい、で、ここで、この中身についての最大最小を求めると良いでしょう。 はい、今回、まあ、二次関数だよってことに注目してあげると、コサインそもそもマイナス二分の一から一っていうのは分かってますので、はい、えー、まあ、これ計算して、はい、平方完成してってやっていくと、はい、コサインシータ四分の一、ちゃんとこれ条件当てはまりますよね。その時に最小値取るっていうのが分かります。で、この時 V の値は六分の一かける、はい、この式をルートにしてあげるといいので、計算して八分の一。8 つまり最大値は1 8分の1というふうに答えることができます。えー、本日はベクトルについてやっていきました。やはり結構内積の計算が、えー、まあ結構なウェイトを占めているので、まあ、しっかりとね、そこら辺の計算でミスをないようにしていただければいいんじゃないでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。